バイバイ。あ、お願いします。じゃあね。朝泣いてたけど大丈夫だった？大丈夫だった。なんかね、ロッカーにね、ハイド踊って買ってくれたの。すごいじゃん。もっちゃんピアノ弾けないんだよね、うん、習ってたんだけどすぐやめちゃったんだよね、うん、なんだ。あ、もっちゃん、お母さん迎え来たみたい。はーい。遅くなっちゃってごめんね。もう全然大丈夫ですよ。上がってきますか？うん、すぐ行くから。あ、ランドセル、かわいい色だね。いいなぁ。たっちゃんは？もうランドセル買いました？うちランドセル必要ないんだよね。え？まだ言ってなかったんだけどさ、実はね、うち旦那の転勤で中国に引っ越すことになっちゃったんだ。そうなんだ。小学校でも一緒だと思ってたのに。だから、明日の卒園式が最後かな。寂しいね、もっちゃん。うん、寂しくなりますね。お母さん、もう一回ピアノ習いたいねえ。ダメ。ね、もっちゃん、お母さんこれから夕ご飯のおかず買いに行くけど、もっちゃんも行く？うん、行かない。あ、そう。じゃあちょっとお留守番しててね。うん、すぐ戻るから。うん、じゃあ行ってきます。行ってらっしゃい。はい、いい子にしててね。うん。ニコニコです。はい、行きます。はい。